やってきたのは東京浅草にある鳥と触れ合うことができるカフェ。では中のお部屋に入る際にこちらのポンチョを着ていただいてもよろしいですか。これまたなんで体中にインコちゃんがわーっと止まってくるので嬉しい本当に好きな方はでも天国です。早速ポンチョを羽織り鳥たちが待つ空間へ。うわうわ多い嬉しい。うわ綺麗な色だ。こちらでは1時間1500円でインコなどの鳥たちと触れ合うことができ、気に入った鳥を購入することも可能だそうです。ちなみにアフリカ西海岸に生息するインコヨウムはお値段27万円。ここで清水さんがある技を披露。私のね、フォーミーっての動物を癒す力があると言われてるの。フォーミーとは独特の発声が特徴のモンゴルの伝統的な歌唱法。清水さんはこのフォーミーでさまざまな動物たちを手なずけてきたんだとか。果たして鳥たちの反応は？はい、行きます。はい。鳥が多いな。どんどん嫌ってる。皆さん、ホーミーやめてください。鳥がすごい来た。怖っ。大成功です。ホーミーの効果なのか、多くの鳥が二人のもとに。皆さん、これがホーミーの力です。ほんまだなホーミー。癒されてる。今鳥たちが癒されてる。すごかった。私のホーミーすごかったね。あれはすごいですね。動物のロケ来た時に必ず私やってみ、個人的にやってみてるんだけど、はい、ウィーンって言っただけで止まったりとか、うん、癒されたりとか、うん、ゾウにやった時はちょっと涙を流したんですよ。ゾウが。ゾウがですか。すごくないですか。いや、今日清水さんのその妖怪っぷりがすげえ出てましたよ。妖怪っぷりっておかしいんだねマルチぶりって言ってください。マルチぶりですか。どうですかこの車。で、形が可愛いよね。色も可愛いな。私赤い車買ったことないんだけど、ちょっとやっぱり上がるね気分が。赤。うん。芸を磨き続ける極意。清水さんモノマネたくさんするじゃないですか。うん、たくさんする。で、モノマネされてる方の人から好かれてないですか。好かれてる人もいるし、好かれてない人もいる。好かれてない人もおるんですか。うん。やっぱ時々さ、ライブなんかでちょっとネタに揶揄したような形になる時あるんだよね、はい、やっぱりそういう人は私そんな言わないようにみたいな。ああ、まあでもやっぱ気持ちよくはないよね多分。ああ、そういうもんですかね。誰かが有野くんの真似してすごい受けてたよって言われたら嫌じゃない。受けててやったらいいやって思うんですけど。そうかな。受けてなかったら嫌だなって思うち誰それって私の場合はもうそうだね。あのテレビに出てる自分を持った女の人になってみたい。あの人と、なんていうの、花束渡したりとか、うん、写真撮ってくださいとかサインとかそういうのいらないから、あなたになりたいっていう感じ。お、好きです好きです。そうそうそう。一番気持ちいいのは何ですか。それをやって、ああこの人が言いそうなの私できた言うてへんのにっていう。ああ、ユーミンさんとかかな。ユーミンさん、黒柳さん、やっぱさ、そういうのが一番私やってて気持ちいい。へ、うん、昔の人の方がやっぱりモノマネしやすいんですよね。癖があるし、歌手の人も癖がある、癖が強い、ね、うん、今の人なんかみんな上手いけど真似されるような声質じゃないんですよね。そうだね。
私今でもやってるのは、そしてだからだすよね。だからは食べかねくてとか好きだすよね。眠たいんですか？全然寝たね、こっくりの声でやってて、猫の方が入りくですかとなれたんですよね。で、食べかねくてとか飲んでたら、だから猫だってさ、自分でおたりって言われて、17歳なんですね、ニコルは。ニコル、そうです。だから私は今、若くあらぬとしてるんですが、だんだんおばあちゃんみたいな感じになったんだろう。あの、山瀬まみさんに似てるんですよ。山瀬まみです。あー、似てるよね。そうか、はい。でももうちょっとしゃがれてるんですよね、なんか低くて。意外とそうなの。で、ニコルさんがね、そう。張らないんですよね。うん、あ、張ったことある。はあ、うん、若い人の方が張らないね。ねえ、不思議。真似しづらくなってきてるんですか、そういうのって。今の人のは、え、それは今私のものまねが下手だっていうことですか？下手じゃないですけど、似てはないなと、うん、おかしいな。じゃあ年配の人の方がいいんじゃないですか？若い人はやっぱ無理じゃないですか？年配の人はすごい得意だね。ねえ、あの、あ、これそっくりでしょ。やっぱりね、女性っていうのはね、90になってもね、とにかくね、書きたいものを書くね。小説でもそうでしょ。これがね、題材だ。これをね、書いてみよう。ね、自分で決めるんじゃない。森さん中の大島ですか？違います。瀬戸内寂聴です。そっくりです。我ながら。似てますね。すっげえ似てますね。森さん中の大島全然違う。なまりが、あ、大島やと思った。清水さん、ネタ作りとかどうしてるんですか？うん、一人でしょ？うん。だから、自分でまず想像する。ステージで女の人が出てきました、はい、何をやってほしいかってことを想像する。ほう。だから自分の場合だと瀬戸内寂聴が今のところ受けてるから、うん、ラジオなんかでね、寂聴さんの講演聞けたら嬉しいなと思って、うん、それで講演をする瀬戸内寂聴、自分が寂聴さんになりきってこういうことを言うってのを書いて、うん、それを、旦那さんに見てもらう。でマネージャーにも見てもらう。ああ、それで細かい こうした方がいいんじゃないとか、ね、そういうのを拾って、うん、それで本番でやるんだけど、はあ、それ、まあ、それは喋りのネタね、はあ、で音楽的なやつはやっぱり、あ、例えばユーミンさんのモノマネしました、これよりも、うん、私はどういう風に曲作りをやってます、最初はこんな風に入ってここで盛り上げるのとか、そういうことを歌ったら面白いなって、やっぱりステージに誰かいて、うん、こういうことしてくれたら嬉しいのになって、客の立場に一回なって考える。見えないものを見せるみたいな、うんうん、そして車は東京上野へ。ここであと清水さんに、うん、ぜひそのカラオケに行ってもらって、うん、モノマネをちょっと見せてほしいんですけど。いやですよ、なんで先輩の私があんたにそんなことしなきゃいけないの。ちゃんとギャラ出る？5000円ぐらい払います。5000円ならいいよ。話は早いな。私は、この後はあの大ヒット曲でモノマネメドレー。あ、すごいな。訪れたのは東京上野にあるカラオケ店。ここで清水さんが特別にモノマネメドレーを披露。例えば、はい、ただモノマネするんじゃなくて、うん、最近のヒット曲を使った方が人は食いつくんですよ。へえ、曲が、そうそうそう。だから今までのその自分の過去の高校時代にこれを聞いてみたいな、うん、そのものを持ってきても今の人が食いつくわけがないので、へえ、そこはやっぱり新しい空気をバンと持ってきて、うん、自分のレパートリーで食いつないでいく。その人が歌ってないけども最近のやつを歌ってあげますよってこと。そうそうそう。選んだ曲は大ヒット映画アナと雪の女王の主題歌レッドイットゴー。うん、うん、おー、これ食いつくな。そうだね、ようこそ子供たち。初めて会ったよ、私やとって私世界に一人の私ずらすな。風心にささやくの
お元気ですか。そんな言えへん。戸惑い肌傷つくよ、しかも誰でも受け上げるの死んじゃうんですけど、それはもうやめた方がいいからですよ、思うよりね、あもう死んじゃうんですね。あ、かしこえた。セガエゴさん、あ、なのった。真面目やな。セガさんちゃんと歌詞歌ってくれるわ。真面目だわ。言うかな。ここで有野さんもモノマネに挑戦。やそうそうすぎるね。毎日シモンマサトじゃないか。子供たち戻ってきて。どこまで。やばい。自由を。ダメだよ。死んじゃう。死んじゃう。ダマスのとかだ。ダマス。やめて。私ですね。あ、ここが恥ずかしいですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モノマネで締めくくったドライブ、その感想は。いやでも今日は意外と楽しかったね。意外と楽しかったですね。うん、うん、そして私はやっぱり何と言っても鳥があんなに私に集まったっていうのが嬉しかった。ね、最後赤いでっかいの来ましたよ、ホームで。そうそうそう、あれはだからあの赤い車に乗って赤い鳥が来て、今年はなんかいいことがありそうですよ。来年はね、今年はちょっと、今年はもう終わりですよ。今年後半ちょっとやけど、ええことあるといいですね。そうですね、これであの紅白で赤組なかったら、来年きっと女子にいいことだと思います。あ、そうですか。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。